はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングの BC です。では、今回は、ポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、伊勢の北畠を屈服させることに成功して、今回はですね、山名家、長宗我部家、あと武田家、上杉家と、国境を接しているんですけども、武田、上杉はさすがに今、合戦をね、仕掛けるわけにはいかないので、長宗我部か山名家かというところなんですけど、今、山名家との友好度が65で険悪になっています。一方、長宗我部の方は同盟状態になっているんで、おそらく山名家と開戦することになるだろうということで、兵力を播磨方面に差し向けています。まず、信長の1万4000主力、これを大御城に。で、丹波亀山には、長秀1万を入れています。これで山名家とその山名家に従う旗の家を一気に踏み潰していきたいなというふうに思いますので、早速プレイの方を始めていきましょう。何はともあれ、しっかりね、やることをやっておこうということで、少し今だとお金に余裕があるので、制作で、正面強化、正面の装甲化をしておきましょう。で、信長が今やってる正面の装甲強化を行って完了したらですね、一気に山名家に襲いかかりましょう。で、そのためにまずは五着城からですね。五着は懐かしいな。五着は、大河ドラマ、軍師官兵衛でね、前半の舞台となってたところですよね。黒田家の主君筋である赤松家の居城でしたよね。今は城主が誰もいないのか。浜松城、野田城あたりで戦端が開かれてる。お、官兵衛がいるな。丹羽長秀の調略だな。丹羽長秀はでもね、もう宿老中の宿老ですからね。さあ、約半分まで来て、山田家との言うことが53まで下がってますね。他は大丈夫なんだよね。同時にね、武田家、上杉家と戦端を開くわけにはいかないんで、この辺りの友好度は常に気にをしていかなきゃいけないところなんですが、上杉との友好度がちょっと下がってるんで、上杉に対しては、裏鎖を送って、親善をしておきましょう。常にね、友好状態を保ちましょう。お、荒木村重。出奔しましたからね、裏切る者。丹羽長秀の忠誠度下がってる？しょうがない。金銭で気持ちをつなぎ止めましょう。で、謙信とは友好度を上げておいて、丹羽長秀に調略かけてくるってどういうことなんでしょうね。もっとなんか調略しやすいやつ多そうな気がしますけど。資金援助がしょうがないな。天下来てますしね。2000円差し上げましょう。長宗我部からの使者。兵を出せってしょうがないな。どこに兵を出してほしいの？籠城中？
ピンチなんだな、長宗我部も。大友に攻められてるっていう状態ですよね、きっと。ここか。ここまで兵を動かすのか。ちょっと苦しいけど、まあ、直友の線出せないね。そうなるとしょうがない。まあ、出すには出すしかないんで、ここは、そうだな。誰に行ってもらうか。信盛あたりに行ってもらうか。まあ、一応ね、ポーズですよね、ポーズ。兵を出しますよっていうポーズなんで、さあ一方で信長の方のやっている正面の総攻撃がもう少しで終わりますね。で朝廷からは金をせびりに来る気だな。2万円か、しょうがない。右京大夫。まあ、ここに来て官位だ役職だっていうのがね、あんまり意味はないかなとは思うんですけど、まあ、かといって2万円をね、拒否することもできませんからね。そしたらちょっとね、丹羽長秀軍の方で鉄砲隊内時、攻撃力が高い武将がいればちょっと変えておきたいな。丹羽長秀は侍でしょ、藤鷹も侍、吉成は侍だな、完全に侍か足軽かっていうところだけど、蒲生片秀に関しては、これ、陛下を、侍に変えましょう。で、夏賀正秀とかはもう適性がそもそもないっていうね。梶才三は才三。才三も足軽のままのがいいね。蒲生氏郷。氏郷は鉄砲隊にできるけどお金がないか。これちょっと次のターンでお金貯めて鉄砲隊に変えましょう、氏郷はね。で、生駒隊は侍に変えた方がいいな。侍に変えましょう。で、川尻秀隆は足軽のままでいいよね。よし、こんな感じかな。次の段でお金が貯まったら、すかさず氏郷を鉄砲隊に変えましょう。騎馬隊がいてくれるとね、助かるんですけどね。正面装甲強化は完了。で、丹羽長秀の忠誠がガンガン下げられてますね。9とかになってる。お金がなくて忠誠変えられない？大丈夫か？丹羽長秀の出奔とかありえないぞ。山名から金5000が献上されたな。何目なんだ。よし、すかさず丹羽長秀に金を渡しましょう。いや、丹羽長秀の忠誠が全然上がってこないな。こんなに金をあげたくないんだけど。お、上がったね。これ1000に、いや、1000になった？なってないじゃん。44だよね。もうちょっと上げときましょうか。金がないか。
もう、もらった5000円をほぼ全部庭長秀につぎ込んじゃいましたけど。んで、出兵状況はどうなってるかというと、一応出兵は完了した？今向かってるね。そしたら大御所に戻しましょう。さあ、お金が入ってきたらすかさず蒲生氏郷の陛下を鉄砲に変えていきましょう。でその上で山野との融合度が79に回復しちゃったんだな、逆に。かといって足利や延暦寺、さらに浅井朝倉と先端を開く気もしないしな。ここは山野家に対してちょっと喧嘩を解く。そうすると引き抜きプッシュ大将としては誰がいるかだな。山名のところには官兵衛がいるな。官兵衛を引き抜きますか、この際。そうなるとガガガガガッと一気にこちらも表情を開いて調略を仕掛けていきましょう。調略大将は官兵衛。どんくらい下がるかですね、まずは。アザイと足利が海戦か。アザイとの同盟関係はどうなってるんだ、今。言うこと30か。アザイを飲み込むっていうのもありだけどな。何、官兵衛は山名家への忠誠が高いですね。まあアザイは一瞬で飲み込めるかなっていう気はするけどね。アザイの方には長政、ああ村井貞勝とかがいるね。あとは田中義政、それに東堂高虎、この辺りはちょっと警戒した方がいいかなとは思いますけど、まあそれでも知れてますよね。そしたら近江を飲み込むためにいっそ のこと浅井を攻める。浅井との友好度は30でしょ。朝倉家とは90か。浅井朝倉が開戦してるわけでしょ、これは。そうなるとだ、我々としてもこのまま兵を出さずにいるのはもったいないんで、表情を開いて、威圧していく。まあそもそも威圧に乗るかっていう話もあるけどね。で、威圧に乗ってこなければ、出兵してこれを叩きましょう。まあ拒否してきたんで、そうするとだ、いよいよ我々としても長政、これを捨ておけなくなりますからね。半兵衛を出して、
手切りしましょう。いや、手切れは中止よ。手切れすると家臣の離反が確実なものになるので一旦やめてだ。どうしようかな。ちょっと打つ手がないけど、山田はどうなってる ?79 でしょ。そうするとだ、ここは、足利軍と浅井軍が戦闘中で、浅井がこれを救援。となるとだ。足利との友好度も98。やっぱり浅井に対して何かしていきたいけどな。友好度30以上は下がらないもんね。となると信長自ら言ったとしても同じなのかな。いや、同盟関係を一方的に停戦させてどうかなっていうところがあるんですけど、お金9000円を持ってちょっとこの浅井をもう一度恫喝してみましょう。遠山さん？遠山さんか。全然だと思うんだけどな。42-57。いや、遠山智政に関して言うと政治9の軍事58か。ちょっと雇う気がしないな。さあ、これで信長がどう遇されるかですね。言うことが30以上下がらないんだよね。かといって浅井朝倉の朝倉を攻めるっていうのもね、なんかちょっと微妙なんだよな。朝倉はというと兵数が26000か。やっぱり山名を攻めたいよね。山名を、山名家は兵数が22000だよね。よし、そしたら出兵しよう。このまま他の大名家が大きくなるのをみすみす見ているというわけにもいかないので、ここは八神城へ出兵しましょう。で、救援が来たところで、これを一気に撃破しましょうね。敵は1万か。味方1万4000。まあ、これで一気に、壊滅的なダメージを与えておけば。丹波と播磨の攻略戦ですね、完全に。そうすると、今回はいつもの軍勢なので、まあ、使い勝手ではいいというか、慣れた軍勢たちですね。いつも戦ってる連中は、練度が高いとか、そういうのがあってもいいかもしれないですね。いつも同じメンバーで戦ってますから、今回は敵は中央突破だな。となると、まずは騎馬隊に対して、鉄砲隊で対抗したいんで、鉄砲隊の向きを変えておきましょう。で、敵に鉄砲隊がいるんだよね、ここにね。敵に鉄砲隊がいるんで、この鉄砲隊に攻撃するために信長の前に配置して、一気に鉄砲で敵の騎馬隊、鉄砲隊を迎撃しましょう。これには刑事の軍勢を当てましょう。善助鉄砲隊だよね。
よし、配送させましょう。このまま、ちょっと無理してでも配送させて、離脱。完全に敵の騎馬鉄砲隊を無力化しましたね。で、味方はここで。一斉射撃で敵の騎馬隊を完全に壊滅させましょう。三段撃ちを使って、三段撃ちを使って、さらに撃つ。逃げられたか。順調に推移はしてるけど、勝家が押されてるな、知らぬうちに。よし、敵を撤退させたけど、ここからどんだけ削れるかなんですよね。よし、赤いを打ち取った。さらに兵を減らしておきたいけど、3000ぐらいまでしか減らせなかったから、もうちょっとね、減らしておくとこの後の戦いが楽になったんですが、ここは力攻めに変えて一気に城を落としましょう。夜間道を落とす。ただ敵の救援が来るな。いや、入れ替わり立ち替わり来るね、ここも。そうなると一旦兵を引きますか。士気が99あれば戦えるな。99あれば戦える。連戦になりますけどね。99あれば全然戦えますね。やっぱり一旦兵を引いてしまうとね、そこでだいぶガクッと落ちてしまうんで、多少兵が減っていても連戦をした方がいいですね。さて、そしたらいつもの陣を組んでいきましょう。敵に鉄砲隊がいるかどうかなんだよな。鉄砲隊は今回はいない。で、角翼の陣を引いてるな。そしたらちょっと陣替えをしましょう。三段打ちを使って信長はすかさず鉄砲攻撃を仕掛けます。下がりつつ鉄砲攻撃。光秀も同じく下がりながら鉄砲攻撃ですね。
そしたら刑事は騎馬突撃で、ある程度の敵を粉砕しましょう。それは、勝家も同じ。何、こんなところに官兵衛が鉄砲隊で控えてやがったな。これは気づかなかった。だいぶ刑事の軍勢がやられたけど、まあここはしょうがないですね。で、コブも使っておきましょう。勝家がどこにいる？勝家がだいぶやられてるな。ちょっと一旦兵を引いた方がいいな。もうちょっと減らしたかったけど、勝家が少し消耗してるんで、どうかな、この八上城を落とせるかどうかちょっと微妙なとこだな。八上城を落とせそうですね、そうは言っても。よし、八上城を落としたところで、残りは旗野が兵力的には1万か。で、一方の山名家にはまだ兵が2万。合計3万ですね。まあ、今みたいな感じでちょっとずつ削っていくしかないですね。で、次は黒井城でしょ。で、硬いのがやっぱりこの五着。あとは姫路。あとはもう山名のどの城も硬いですね。武田。弓の木、芦屋、で、この隅山、この辺り全部硬いんで、ちょっと時間がかかるかなと思うんですが、まあ、じっくり腰を据えて、これらの城も攻略し、中国地方攻略の足がかりとしていきたいと思います。というわけで、今回は山名家、旗野家との改正の様子をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。